どうもー、ういー、びっくりしただろー。はい、子供ドラゴンめんめんでーす。イエーイイエーイ、今回ですね、これにチャレンジしてみたいと思います。じゃん。はい、うどん。さあ、うどんを取り出してこいつが今から何やるのかな、なんて思っちゃったり思ってみなかったりするのかな。うどんは何、これからこれを食べる。ノンノンノン。これを破って放り投げる。ノンノンノン。そういうことはしてはいけません。そう、食べ物は大切にしないと。私が今回やろうと思っていることは、鼻からうどんを出す。鼻からじゃ、鼻からうどんを入れて口から出すやつね。いろいろちゃんとします。そういう粗末にはしませんが、最近見なくなったね、そういう芸人さんだったりやつ、そういう特技をですね、ちゃんと引き継いで後世に伝えていかないなと思っているので、今回はこれにチャレンジしてみたいと思います。一応ね、そういう鼻になんかうどんとか麺類を、今まで入れたことがないので、そのね、普通のうどんとこのね、細うどんも買ってきました。行ってみましょう。ねえ、茹でてきました。さあ、というわけでここからが本番です。チャレンジしてみたいと思いますね。これね、ほら、美味しくだよ。普段はね、普段バンドやってるんでね、うどん県、香川県ね、高松にはよく行くんですけど、そこではね、美味しい美味しいうどんを毎回食べさせてもらってるんですけど、まさかね、それを鼻から入れる日が来るとは思わなかったです。あれですね、一つ、まあ一応ビジュアル系なんで、ね、こういう鼻から、うどんを入れて、きっとね、もしかしたら、すごくお見苦しい映像になるかもしれないんで、皆さん、ここからね、見る人はね、覚悟して見てください。ここら辺にね、普段の俺の綺麗な顔でも映しながら、なんかそれを交互にね、こうサブリミナル効果的なやつでね、なんかこの、いきまーす。入れるのが難しい。おっ、おっ、入ってった。おっ、おっ、おっ、いいかもしれない。全然入りません。ちょっと片方の鼻で試してみたいと思います。おっ、こっちの方が吸引力が強い。皆さん、報告です。俺の鼻は右の鼻の方が吸引力が高いです。そんなことある？でもうどんの味してきた。鼻が重い。うどんの、うどん、うどん、小麦粉の味が来てます、おいで、早く、おいで、早く口の方においで。あれですね、多分イメージ的にはフレッチョパンクのウエストのゴムもありますよね。あれに、ゴムを、ゴムが外れちゃって、あれを通すイメージです。だからこう、で、こう、鼻の中に多めに、お、すごい入る。これをこう入れた後の吸う。全然入んない。左でチャレンジしてみたいと思います。ね、皆さん何を見てるんだろうって思いでしょうね。こんなね、よくわかんないバンドマンが鼻にうどんを入れたり出したりしてる動画をまさか今日見るとは思わなかったでしょう。俺もそんな動画を見せる、ことになるとは思いませんでした。けど、頑張ります。俺もまだ成功するかどうかわかんないですけど、温かく見守ってください。お、来たかな、来る。おおおお、すっこうとしてる。こんな、普段こんな音しないよ。結構しねえやだもう。あ、なるほど、分かった。コツが分かった。ちょっと押しながらするんだ。
お、来たぞ。コツをつかみました。視聴者の皆さん、今視聴してる人います？切ってません？止めてません？停止してません？ちゃんと最後まで見てね。いくよ、俺頑張るから。いくよ。お、あ、はい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 。あ、来るかも来るかも。あ、来ないや、全然。乾いちゃったね。乾いちゃったね。もう大丈夫。もうコツはつかみました。皆さん、皆さん、お待ちかねです。次行くぞ。お、お、お、なんか聞いたことない音が来た。皆さん、もうちょっとで、ね、行きますよ。もうちょっと待っててね。お、待って待って。来た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 。来たかも。来たかもしれない。待って、来たけど吐きそう。切れないようにやったら、あのその不快感もなくできると分かったんで、ちょっともう一回チャレンジしてみます。もうね、なんかすっごい腹が痛いたり、なんか、お、すっごいすごいすごい、お、すっごい花粉症対策すっごい入ってるよね、見て、すごい入ってる、ほら。一度、うどんを鼻に通したらもうすんなり通ることが、分かりました。皆さんね、鼻の通り悪いなーって方いるでしょう。花粉症の方とか鼻炎の方とか ね、一回ね、頑張って鼻うどんチャレンジしてみてください。すんごく鼻の通りがめっちゃ良くなります。この長いこと生きてきた中で一番鼻の穴がスルスルしております。そういうわけでですね、また一つ特技が増えました。これからも、いろいろチャレンジして、自分のやれることを特技を増やしてみたいと思います。というわけで以上、ご視聴ありがとうございました。高評価よろしくお願いします。バイバイ。Yeah.